こんにちは、日野です。ちょっと何も考えてないんですけれども、今これはですね、瀬田川沿いといっても見えないと思うんですけれども、琵琶湖の瀬田川という、下の方にね、瀬田川っていうのが流れていまして、これが淀川とかにつながっていく、ところになるんですけれども、瀬田川沿いの道をね、今走ってるんですけど、眺めが非常にいいんですよね。で、石山寺っていうところが近くにありまして、そこに、見に観光の人もね、この時期も結構来てるかなというところなんですけれども、今年はですね、今新型コロナということでね、あまりこう、いろんなところに出向くっていうのはしにくい時代にはなってきつつあるんですけれども、僕自身ガイアの法則っていう書籍で、有名な千賀一生さん、千賀和樹さんですね、一生って書いて和樹さんという方がいらっしゃるんですけれども、その方に個人の割り出しっていうのをしてもらって、2011年からいろんなこう場所を、気学的な内容というのか、風水的な内容で、この何月何年何月何日、何日までではないですね、何年の何月に、この場所とかっていうのが示されていますので、それに応じてその地に行くことで、その場のね、気というのか、そういったものを受けまして、自分自身の流れも変わってくるというようなものなんですけれども、そういうのを今、2011年からやって、大体5年間隔ぐらいで、1年ぐらいかけて巡ったりしています。で、あとは淡路島に入るタイミングとかを、確認してやってるんですけれども、去年の2020年は7月か8月ぐらいですね、8月か9月かな、確か、それぐらいの8月か9月ですね、どっちかに淡路島に入るタイミングがありましたので、淡路島に入りました。で、今年はですね、ちょうど5年の周期が終わったので、また今年新たな、5年周期が始まるということで、今年また巡っていっています。で、淡路島入ると結構動きがあるっていうふうに言われているんですけれども、僕もまさに、去年の8月か9月に淡路島に入って、タイミングが入って、その後戻ってきて、しばらくしてから結構自分にとってはこう衝撃的な、出来事がありましてですね、これが、入った時に動くっていうものなのかなっていうことを感じた覚えがあります。で、それはですね、一見こう悪い、自分にとって悪い出来事に思えるんですけれども、実は、自分の成長になくてはならないものであったということが、今すごく実感してるんですけれども、やっぱり必然なんだなと。全ては必然で、こう試練的なことがあるけれども、それが、自分にとって、プラスに最終的にはなると。で、そういう確信が僕自身もあったので、結構衝撃的なことではあったんですけれども、それをね、乗り越えていけるだけのね、こういろんなこう葛藤とか、恐怖とか悩みとか、あったんですけれども、それがですね、ようやく一段落して次のステージに迎えるのかなっていう段階に今来ています。で、やっぱりそこで、その出来事も非常に僕にとってはプラス、大きな意味ではプラスになったなっていうのを感じています。で、今年また割り出しをしていただいて、何か所か巡ることになるんですけれども、2月に三重県の津市というところに行ってきて、で、3月に、どこでしたっけね、津市、2月に津市に行って、で、もう行くとこを、忘れてるというね、本当に忘れっぽくなったのかどうなのか、あれどこに行ったのかな、どこでしたっけね、あれね、ど忘れしました。というのが思い出せればいいんですけれども、4月かな、4月、そんなに遠くではなかったですね。京都ですね、京都です。
京都に行ってきました、4月、これが4月かな、京都の、京都駅周辺っていう感じでしたので、まあ京都の、あたりですね、京都市御所近くに今回は行ったんですけれども、まああの京都、まあ、近くなんですよね、うちからは車でも1時間かからないぐらいですので、まあ、日帰りで行けばいいじゃないかというところなんですけれども、まあ、あのせっかくだからということでちょっと一泊だけさせていただいて行ってきました。で、まあ、5月、6月、そして、7月、あと、8月もあるんですけど、その日はあのその時はやめて10月かな、10月と、まあ、9月、10月あたりとかに、なりますけれども、まあ、ちょっと近場中心にあのなります。それを巡ることになってます。まあ、一つね、あの一箇所遠いところがあるんですけど、そこはまあ行ければいいかなというふうに思ってまして、まあ、そういったところを地道にこう、巡っていくことで、僕たちがというか僕自身のその流れに影響を与えるっていうところなんですよね。まあ、これがあの非常に面白いというか、まあ、僕自身が2011年からあの実際にやってきて、本当にね、あのこれがあるのとなかったのでは大きな違いが今あの出てるんじゃないかっていうぐらい、すごく大きな恩恵をいただいているなって感じてます。まあ、不思議なんですけれども、まあ、地道にやってきてよかったかなっていうのをね感じています。まあ、そういうので、ね、あの千賀さんの割り出しをしてもらって、でまた来年とか再来年ぐらいには淡路島にも行きたいなというふうにあの感じているんですけれども、まあ、今そういうのでちょっとコロナ禍であんまりこう、ね、ちょっと遠慮しながらの移動にはなるんですけれども、まあ、感染対策をしながら、まあ、結局は自分の、ね、免疫が一番大事ですから、自分がいかにあのいい状態を作っておくかですよね。それが、まあ、いくらマスクしてても、まあ、あのウイルスってそのマスクの網の目を簡単に通過実際はしますから、そういう意味ではもう自分自身しかないと、自分自身の免疫をいかに整えるかにかかってくるわけですから、それをしっかりしていくことで予防効果になるというところですよね。まあ、そういうことで、今回はですね、そういう話になってなりましたけれども、まあ、ガイアの法則とかね、まあ、あのこの本が、千賀さんガイアの法則1と2が出てますけど、どっちもすごく素晴らしい、いい内容の本ですので、また興味があれば、手に取って見ていただければなというふうに思います。まあ、統計135度がですね、今後文明の中心になっていくだろうということなんですけれども、まあ、そういう流れ全体的なその歴史とか見ても面白いですし、文明がどんどんねこう移動している、文明の中心地が移動してきてて、1995年からこの文明が、統計135度に入って、それが800年ぐらいかけて、栄えていくみたいな、そういう流れ、まあ、壮大な話になるんですけれども、非常にあの興味